おはようございます、 A2。 一体夜吐き隊 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化。砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨、早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。 G 先輩です。ノクターン。いい子だよ、ノクターン。ようやく A2 のターンです。結構前の気がするね。ボールが連なったボスを倒したところでした。眩しいですか。砂漠の日差しは辛いだろうね。日焼けはしないですよね。それはそうでしょ。キャンプ手前まで転送しました。ここから歩いていこう。あれ、エミール。毎度荒っぽく止めるわね。これしか持ってないのか。手に入りにくい素材なのかな。数の違いが大きいね。どうせなら買っておきますか。全部20になるくらいでいいかな。お金はたくさん持ってるしね。無駄遣いにならないよう祈ってます。これもか。よし、これでいいかな。オッケー。なんか来た。会話が終わるのを虎視眈々と狙っている。ブービー。嘘でしょ。もう一人来た。今大事な話中なんです。優しい。ああ、会話が終わっちゃった。別に全力で逃げなくても。でも、会話が終わるまで待ってくれる。そんな優しさは持ってたみたい。助けて、助けてください。助かる。意外に硬いな。大変ありがとうございました。もう瀕死じゃないか。貴様も機械生命体だろ。いいえ、あなたと戦うつもりはありません。私の名前はパスカル。戦いを嫌う機械生命体です。だからなんだ、機械生命体に魂なんかない。ただの殺戮機械だ。私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか。仕方ありませんね。それであなたが救われるのなら。なんだって。また選ぶのね。別に悩むことはないけど。なぜちょっと悩んだの。ですか。うるさい。気が変わらないうちにどこかに行け。あなたは。え、なんか面白い。消えちゃった。まあ、助けて正解ですよね。
そりゃそうでしょ。何でも出る歩き。え、知り合いですか？あ、デボボボがいない。デボボボ？そう呼ぶことにしました。道具屋か。え、ないの？嫌われたのではなく。どうだろう。とにかくアネモネに話さないと始まらないか。顔見なくていいから。21号。お互いに暗い過去を持ってます。あ、本当に剣に残ってるのか。記憶を共有している感じなのかしら。まだ使えないのか。せっかくだから部屋で休もう。じゃあこっちで。うほ。久々に会ったな。でもなんか嬉しくないのはなぜ？いや、続けてよ。お腹のハートが可愛い。またアネモネですね。たま助けてやった中です。それを言われると痛いですね。正論だね。そうなんですか。昔は違ったんだ。え、どうだったの？どうだったの？更新しないでよ。ローズ。昔の体調とか。え、何？ほう？その時の悲劇が収められてるのか。そういうことね。調べればいいのかな。
サウンドノベルスタイルか。たまに来るわね。アネモネの記憶の記録か。お、ちゃんと音もあっていいな。しばらく黙りましょうか。
思った以上に長かったわね。そして登場人物が多かった。ちょっと覚えきれないね。またブログにでもまとめてみますね。どうせなので全部見ちゃいましょう。そうね。Thank you.
21号はスキャナータイプなのかな。そうっぽいね。論理ウイルスか。この頃からすでにあったのね。まだあるのか。
そういう物語があったのか。アネモネの過去は想像以上だったね。そして A2 も裏切ったのは司令部だろう。その重みが今わかりました。区長が戻ってるね。そのために今でも戦ってるのでしょうね。以上か。いやー、長かったけど読んでよかった。A2 とアネモネのこと、よく知れたね。さらにアーカイブもありますし。読んでおきますか。荒っぽい16号はガンナータイプだったのか。あの自爆は16号のものだったのね。彼女の性格を考えると、その様子がありありと想像できます。そしてやっぱりスキャナーだった21号。ウイルスが進化してたのね。基本システムに組み込まれたってことは、後の 9S にも受け継がれたってことかな。そして4号はアタッカーだったのか。描写がなかったけど、2号と一緒だったのね。4号がかばってくれたから、あるいは2号が助かったのかもしれませんね。そうね。隊長だったローズ。地理品な戦いを200年も続けてたのね。それだけでも優秀です。え、ロボに破壊されたの？ダリア率いるローズじゃないの？実質ダリアが率いてたってこと？よくわかりませんね。最初は一番信じてなかったアネモネも、最後は仲良くなってたのに。結果ほぼ壊滅してしまったのね。唯一の生存者だと思ってたら、A2 が生きていた。その感動だったのか。え、何これ怖い。続けて見てみます。アタッカー2号、後の A2 です。最初は普通の性格だったのね。現地での適応、成長か。今現在も生き残ってるのは、その特性があるからなのかもね。そして A 型部隊が処分しに来てると。敵はロボだけじゃないのよね。どんだけ辛いんでしょうか。これが最後の作戦か。サーバーを破壊したのは4号の爆発。そして生き残った2号は E 型に追われた、と。救いがないですね。裏切ったのは司令部だろう、か。そういうことだったんですね。ふう。この二人が会えた奇跡。想像以上だったわね。さて、今回は読んでばかりでしたが、ロカフィルターが破損すると燃料供給に深刻な問題が発生。推奨燃料用ロカフィルターの早期交換。分かってるよ。機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。マップにマーク完了。うるさいな。この二人のやりとりが面白。いきなり現れた。ちょこちょこ。どういうことですか？会話が終わるまでは隠れてたのね。まあいいか。とにかく、今回は終わりにします。お疲れ様でした。読んでばかりだったからね。次回、進めていきますね。ノクターン。え、ここでこれなの？まあいいか。またね、ノクターン。
存在するのは予測の範囲内。疑問、ヨルハ機体 A2 の予測能力。そのうちぶっ壊す。機械生命体であるパスカルへの敵意はコスト的に無意味と判断。推奨、早急な友好関係の締結。友好？冗談じゃない。あの機械生命体のところに行くか。Show me.